沖村賢治は、日本の官僚、元科学審議官、科学技術振興事業団理事長を務めていた機関に、第1回アジア科学技術フォーラムの開催、湯川秀樹のノーベル賞受賞論文などの、電子アーカイブ化しての公開を始めた。理事長、理事、公益財団法人立石科学技術振興財団、 公益財団法人東京大科科学技術振興財団公益財団法人日本学術協力財団公益財団法人徳山科学技術振興財団一般財団法人養蜂薬草産業基盤復興促進協議会等評議委員一般財団法人日本科学技術連盟公益財団法人岩谷直直記念財団公益財団法人未来工学研究所 公益財団法人筑波科学万博記念財団、公益財団法人日本海洋科学振興財団、等、顧問等 NPO 法人、STS フォーラム幹事、一般財団法人先端技術、産業戦略推進機構顧問、一般財団法人世界貿易センター、東京顧問、高知県産学館連携事業化支援顧問、日本科学新聞社幹事、 中国科学院鍵政作予管理科学研究所特別顧問中国科学技術部中国科学技術新域研究所特別研究者中国北京交通大学特任教授中国科学院大学名誉教授人民日報社国際問題研究センター外国人専門会員会員 中国大連理工大学名誉教授 https コロンスラッシュスラッシュ spc.jst.go.jp スラッシュエクスペリエンシーズスラッシュ mainreport スラッシュ 11001.html インデックスイコール1科学技術広報財団コンパン団体情報コンパンフィールズ2021年2月26日閲覧ありがとうございます